ドクター、なんか面白いことない？皆さんこんにちは、おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画はキャラクター紹介シリーズ第5弾になります。ミニイベントの実装に伴い新オペレーターが登場します。数名の新オペレーターの実装が予想されますが、この動画では先方星4オペレーター天人化にフォーカスを絞ってキャラ紹介やステータスの分析、運用方法などを紹介したいと思います。動画内の限られた時間ではありますが、キャラクターの設定から運用方法までできる限り紹介していきたいと思っているので、最後までご視聴してもらえると幸いです。それでは天人化の詳細を確認していきましょう。1. キャラクターの紹介。イラストレーターバンクシー、声優キモジシノ。基本設定、エネルギッシュなドゥリン族の少女、地下世界からやってきて地上のすべてに興味津々。手に持っているリンゴには特別な力がある。キャラクターの原型は蝶。 2. 職業役割の紹介。支援に特化した先方オペレーター、効率よくコストを回復できる上、味方の治療もこなせる。スキル発動中はブロックしないため、運用には注意が必要。多彩な支援は戦場が厳しければ厳しいほど進化を発揮する。3. ステータス分析。基本ステータス。天人化の基本ステータスは、HP や防御という観点で見ると、人並み優れる性能はありませんが、通常状態のブロック数が1なので攻撃力は比較的高めに設定されています。レアリティは星4で、昇進にカンスト状態で HP1565、防御300、星6のシージは HP2251、防御384となり、レアリティの壁を超えることはできませんが、天人化の強みは基本ステータスにはありません。特性や素質、スキル効果によって現時点で同じ役割を果たせるオペレーターはいません。よって天人化は基本ステータスで判断するのではなく、これから説明する特性や素質、スキル効果を加味した上での運用が前提になります。特性、スキル発動中ブロック数が0になる。特性によって天人化は独自の運用が可能になります。敵のブロックとコストチャージを同時に行うことはできないので、他の近接キャラとの同時運用が前提です。ブロック数0は一見運用が難しいように感じますが、ブロック数が0になるイコール近接攻撃の影響を受けにくいことを意味し、生存能力が並の先方の中でも決して高いとは言えない生存能力を補える特性になります。敵をブロックしたくない状況では、ブロック数0から1を使い分けることで幅広い戦略が可能になります。スキル1、2ともに手動スキルとなっているので、どうしても敵をブロックしておきたい状況ではスキルの発動を温存し敵一体をブロックできます。素質、配置中味方先方の HP が徐々に回復する。超進入で毎秒25回復、潜在マックスでは28回復となります。前方の基本的な運用を想像してみてください。まずはコストを回収するために前方を配置します。前方1人だけで間に合うようなマップもありますが、基本的な運用は2人となることが多いと思います。天人化は前述したようにスキル発動中ブロック数が0になるので、敵のブロック役は他の先方に任せて、天人化自身はスキル発動中防衛ラインに敵が入らないような工夫が必要です。素質の恩恵は通常戦役ではあまり目立ちませんが、ヒーラー投入までにある程度時間が必要で、時間とともに徐々に HP が減少していくマップや今後の高難易度でその進化を発揮します。医療オペレーター使用禁止条件もあるので、コストを大量に回復しながら微力ながらヒールに加担できるのは天人化が重宝される理由の一つです。潜在コストマイナス1、再配置マイナス4秒、防御力プラス22、素質強化、コストマイナス1。
星6や星5のオペレーターと違い、低レアに属する星4レアリティなので、潜在マックスにしやすいというのが最大の利点ですが、潜在強化内容も戦法には必要不可欠な配置コストも減少します。同時に潜在マックスでは8まで下がるので、コスト回収能力が最も高い上に、初期配置コストもかなり低い、CP 管理に優れた戦法オペレーターになります。スキル1、攻撃しなくなり、効果時間内所持コストが徐々に増加する。前述したように、特性でブロック数が0になるが、天人化をアタッカーとして起用する場面がないので、攻撃しなくなっても構いません。トップクラスの CP 回復性能とは、他の戦法と比べてどれくらい差があるのか気になると思うので、こんな表を用意してみました。まずは注意点から。単純な比較表です。例えば、100秒の統計で天人化は最後のスキルが途中で切れるので数値が合いません。駆動発動の誤差もありますが、周期に関しては特に問題ないと思います。以上を踏まえた上でコスト回復早見表を紹介します。左からオペレーター、レア度、対象のスキル、コスト回復量、スキル周期となっており、天人化は100秒で56のコストを獲得することができ、60CPL までの時間は129と、他の戦法と比べて突出しているのがわかります。今後の高難易度では、コスト自動回復速度が減少する条件もあり、天人化のスキルには相当助けられました。期契約使用率という表や記事を見かけた方も少なくないと思いますが、第2回の期契約では天人化の使用率は 80% を超えています。私自身も 80% 側のプレイヤーになりますが、なぜそこまでの使用率になるのかはコスト回復早見表を見れば一目瞭然です。スキル2、攻撃しなくなり効果時間内所持コストが徐々に増加し、注意一定範囲内の味方1人の HP を回復する。回収できるコストも速度もスキル1には届きませんが、とはいえ両スキルでダントツのスキル回収効率を誇ります。実際に使ってみた使用感をそのまま伝えると、普段使いはスキル1で、味方の回復が必要な場面はスキル2を使用します。文字通りですが、それ以下でもそれ以上でもありません。天人化のスキル2を使用した運用については、動画説明欄に記載している動画を見てもらえればわかりやすいと思います。大陸版最新の高難易度コンテンツでの運用です。1スキル、貿易所にいるとき、注文シートの上限をプラス3。宿舎にいるとき、全員の回復プラス 0.15。どちらの基地スキルも優先度は高くありません。4、同じ役割における位置づけ。現時点で同じ役割を果たせるオペレーターはいません。解説する要素が少なくなりますが、他のキャラで代用が効かない分、育成優先度が高いとも言えます。この場をお借りして、個人的な見解をさせてほしいと思います。天人化は本当に可愛いし、使いやすいし、過去2回の危機契約ともに輝いていたのは事実ですが、危機契約やコスト回復量が減少するような強襲モード以外では必須ではありません。基本的なマップでは他の戦法で十分事足りるような設計で作られているので、天人化を使い出すと他の戦法のコスト回復量では遅く感じることもありますし、ブロックできないことを考慮して他の近接キャラを同時に使用することが前提となります。編成枠や配置順が天人化基準になってしまうので、基本的なマップでの運用はそこまで重要視しなくてもいいオペレーターだと思っています。コンビネーション、一般ヴァンガード。一般ヴァンガードは天人化を運用する上でブロック数を補うといった意味では不可欠です。素質で配置中、味方戦法の HP が徐々に回復するので、戦法で間に合うのであればコストチャージに拍車をかけるためにもブロック2の一般ヴァンガードが望ましいです。スキル2を使用する際は、天人化の回復範囲に入る場所に他の戦法を配置したり、敵が天人化をすり抜けても防衛ラインを死守できる運用を心がけましょう。
他の近接オペレーター、天人化だけでコスト回復が間に合うなら先方ではなく他の近接キャラでも OK です。前線から離れてはいるが敵が少しずつ進行してくる一本道の場所などにガードやディフェンダーの後ろに配置することで大量のコストを回復しながら味方の治療も同時に行うことができます。ズイマー特性で先方オペレーターのコストをマイナス1、ただでさえコストが低い天人化の武器配置コストが7になります。 HP や防御が高く生存能力が比較的に高いズイマーですが、天人化の素質やスキルでズイマーにリジェネを付与してくれます。ズイマーのスキル2は先方の攻撃防御を上昇してくれるので天人化自身の生存率も上昇します。運用のコツ、天人化のスキル発動中ブロック数が0になるのを考慮して他の近接オペレーターと一緒に配置するときは横斜めではなく前方か後方または敵がしきりに攻めてこない場所に配置しましょう。6. 育成アドバイス、育成優先度。前述した通り機器契約やコスト回復量が減少するような教習モード以外では必須クラスではありません。ブロック数が0になることを前提とした運用が必要なので基本的には他の一般ヴァンガードの育成が最優先です。個人的な目安としては一般ヴァンガードが2人以上、撃破型ヴァンガードが1人以上しっかりと育成できているのであれば天人化の育成優先度はかなり高くなります。訓練優先度、 A レアに属する星4レアリティなのでキル特化が比較的楽になります。今後の高難易度に挑戦したいのであればキル特化3を推奨します。優先度はスキル1、スキル2ですがどちらも使い勝手がいいので1、2ともに特化3にしておいても損はありません。キルレベル7でも十分な働きをしてくれるので目標のコスト回収ラインさえ達成できれば十分という見方もあります。足りないなと感じたら評価を視野に入れ優先度ではなく納得のいく訓練を行うのもありです。天人化の運用法についてはこちらの動画を見てもらえればわかりやすいと思います。大陸版最新の高難易度コンテンツでの運用です。動画右上のカードまたは説明欄のリンクからどうぞ。ドクター休むの？じゃあ私の旗を布団代わりに貸してあげるね。ここまでご視聴していただきありがとうございます。前方星4オペレーター、天人化にフォーカスを絞ったキャラ紹介やステータスの分析、運用方法などの紹介を終わりたいと思います。アークナイツ公式ツイッターではミニイベントが近日開催予定との告知があり夏イベ本番も間近です。個人的には思った以上にハイペースでイベントが実装されているので天人化の育成は高難易度イベントを考慮しているのであれば何事も始めるのに早すぎることはないという教訓をもとに新ピックアップガチャ天人化の潜在マックスを狙ってガチャを回したいと思います。天人化に対する気合は十分です。大陸版と合わせてレベルカンスト両スキル特化3にしたいと思います。それではこの動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。